どうも赤星赤崎せよ赤星マシマス TV です。お願いいたします。今回自家製麺まさきさん、お邪魔しております。なんと東京都昭島市、初めて降り立ちました。西ですね。西です。中央線のこれ東中上駅と呼びますね。今回は赤崎さんと言ってるんですけども、今年2020年にオープンした二郎系のお店の中で最も早くオープンしたという。今年の中で、今年の中で最初にオープンしたお店です。1月8日オープンですね。そして、今日メニューラーメン、汁なし、そしてまあ限定麺を季節ごとにやってらっしゃるということで、今限定麺オロポンラーメン、オロポン汁なしなんていうのが、インドが気になりますけども、インドはまあカレー粉のねトッピングかな。そういうことね。はい。でですな、私がラーメンで、そして赤崎さんが、汁なしの方を行かせていただきました。洗濯オンということでね、選んでおります。どんなのが来るのかな。こちらですよ。来たね。いやートッピングもいっぱいしてましてね、炙りチーズが左側に入ってますが、ね、豚はですね基本は1枚で、マスと5枚になるという。あ、一気に一気に増えますね。はい。で、唐辛子系の火の粉、これ上にかけることもできるし、別皿コールもできます。一方で、今回トッピングしたマー油、これは基本はもう丼の上にかかるんで、どうしても別皿というときは別皿というふうに申告制です。はい。おっと、お坊さんのように合唱です。豚ちゃん縦食い、これややほろでねバランスよく染み込んだタレ、これ豚のねこう満足度が高かったね。これやっぱりね、どんどんいきますよ。マー油いきなり、これつけちゃいます。はい。もう石油だよねこれね。うん、これを巡ってやっぱね、もうみんながもうみんながこれを巡って、ずっしりね焦がしニンニクインパクトは絶大でございます。油ね、しっかりした味付け油でしたね、これね。醤油感よりちょっと甘みがね強いよという、油でございましたが、まあ、やっぱりてっぺんのね油くた部分が最高に美味しかったっすねこれね。でその野菜入ってますけどもね、シャキとくたの中間ぐらい、まあまあ、歯ごたえで言ったらかなりのマシマシなんじゃないかなというね。歯ごたえにもマシマシとか言うんですね。量じゃなくて、もはや、まあ上部の油がなくなってきたら、まあ、マー油にこれたっぷりつける、ね、これがねうまいんですよ。なるほど。あのマー油の、出る確率かなり高いらしいんでね、超人気商品だし、選手の方もねおっしゃってましたね。そうおすすめということで、おやおやあとチーズね、これをつけてチーズ野菜から食べていきますね。焦げチーズ香ばしさ、素晴らしい。あと量がやばいよね。確かに量がすごい、焦がしチーズの、一体化してたもんね、なんかね。一体化したこれね、マーユチーズにしてマシマシやってみてください。これマジで美味しい。うまそうだな。はい、これマジで美味しいですね。そしておスープですけども、まあ、黒々としてちょっとね透き通ってるように見えるんですが、これ結構乳化してますよ、実は。まあ、天才的には非乳化はお好きなようなんですが、乳化系ということで、甘み強め、癖になるタイプのコクうまスープですね。はい。で、やっと、そうか、麺を忘れてたよ。ラーメンだったな。そうなんです、これ。生姜 300g で、当初はですね、270だったらしいです。少し増やした。ちょい増やし。珍しい。ということらしいです。普通はやっぱ減らすもん。減らすもんだけど、300ぴったりにしてました。オージョン仕様ですね、極太麺で目黒二郎とか、これマジうまかったな。そうなんですよ、これ新大田のようなわしわし麺、まあ、後ろにもうオーションのね袋が本当だ本当だ掲げてありますけども、日清なんだ。日清なんですよ。知らなかった、まあ、チーズコーティングしても非常に合うわしわし麺で、ございやすということでね。そしてニンニクの量やばいですね。改めてですね、これもうスプーンでドカドカと思いっきりぶち込まれてるんで、激辛ニンニクです、ね、間の量だしね、いや特に辛かったよ、まさきさん、本当にビンビン強い、元気ニンニク、そう、元気ニンニクなんですよ。まあニンニクがそうですからね。でも全然いけない、生姜も入ってるんで、刺激もマシマシ、あ、失礼しました、ガチマシマシです。ね、元気生姜、元気生姜元気生姜、そしてまさき水、まさき水じゃないですか。昭島市の水って、東京都で唯一ですね、
深層地下水という地下のお水使ってるんですよ。この自治体で昭島市だけなんですね。あ、なんかそういえばね、そういうのでこの辺に店を建てたって。そう、お水が美味しいから昭島市に出したらしいんですよ。こだわりが強いって、ね、そう、ぜひお水は飲んでくださいね。いい水情報、ね、いい水情報だったんです。はい、久々に。そしてしょっぱレベルは 4.6 という高めなの。かなりのしょっぱさ起こってましたが、ちょっと気をつけて、レンゲに一回出してからやってましたね。出しすぎないように。あ、まあそうだね、しょっぱかったんで。ただどこかね、独特な風味のある海水だったんですよね。なんかハーブのような。ハーブ？マジ？ハーブ、まあいろいろなハーブありますから。いろいろなハーブ。えぐるようななんか。方法とかそういうことですか？違う、ね、あんまりハーブの種類知らないんで。ああ、そうですか。うん、ナツメグとかなんかいろいろ。ああ、ハーブね。そうそうそう、そういう意味での。入ってないかもしれないですけど。あ、ここに。ここで。全部いっちゃいます。そして、マイも全部いっちゃいます。マイ結構量があったからね。あります。うん、そして、粒でかめの黒胡椒もららいっちゃいます。どんな感じかと、こんな感じに、まあ、魔改造して、一口。辛煮がしょっぱいというね、伝説的な味がしました。伝説的な味。伝説的な味、もう二度と味わえない感じ。あら、そしてまた、ネハンブチのような。マイの麺が。真っ黒になりましたね。ごちそうさんでございました。うん、坂崎さんがね、映っている写真を使いました。はい、ありがとうございます。え、ザ・ピースの時の格好じゃないですか、これ。あれ、意識しちゃったのかな、これ。マキアス、すいません、マキアスレール忘れてました。マキアスレールは91超えということで。あ、高いですね。すいません、本当に。すいません、まさきさん、まあ。どうしても言いたいことといえば、はい、お水をちゃんとチェックしてほしい。なるほど。なんかそうですね、ハロプロの情報とかあります？あ、ハロプロの情報ですか。はい、やっぱね、これカゴちゃん派だったんだなっていう。あ、そう、あ、そう、うん、やっぱなんだろうね、うん、当時はね、うん、でだんだんと大人になっていくにつれ、うん、辻ちゃんになっていくのかなっていう。そうかな、俺は当時から辻ちゃんだったかな。あ、なんだろう、つぶらな瞳というかね。ああ、黒いものでかさが好きだ。Thank you.